はこちらになります。お願いします。先ほどの部分にあったように、こうやって人間が見ているところが多いですね。これこういった形でですね、やはりあの全てが自動化されているわけではないんです。やはり私たち自体がこういった形で織物っていうものを見ているのを、これは品質を見ている、はい、その時にあのやはりあの年々高齢化が進んでくる中において、誰でもできる機会があるこれは織物業の未知の商売なので、ですのでそれを自社で開発しなければいけなかった。それをあのイタリアのメーカーに頼んで作ってもらいました。製造機械を設計して、日本でなかなかそういったものの分野で、から作っていただきたいなと思います。若林さん、はい、はい、どうもお世話になります。よろしくお願いします。シルバー人材の方、はい、ヘナセンターからの紹介されて、こちらで働かせていただいてます。はい、どうもお疲れ様です。はい、お願いします。はい、では例えばこういう感じ、人間がこういう感じ出発で、ここ機械やってる、でこれ一人で、彼女が2台担当して、そうです、2台担当してます。今度、今度、こっちだ。なるほど、頑張って、なるほど、お口してる間に。あ、そうです。時間がなくて、始めて、こっち来ると、こっちが終わって、またやる。またこっちやって、終わらせる。形になってます。はい。はい。まあ、実際、大きさはいろんなものを作っていますよ。いろんなものを対応できるからこうなって、そういうことですよ。これが85ミリから220ミリ。ちょうど人間がこういうふうな形で見なきゃいけないところを、うん、あの補っていただく機会を、いろんな税制であのこう新しいものづくりをするために必要な減税とかいろんな形を使っていただきたい。特に、国内の、国内会議とか、そうそうそう、そういう政治ですか。これはもう、まだね、このコロナ禍で、ね、遅れたんですよ。実はこれ本当に今年の3月ぐらいにやっと、普通はもう3年前に一度やってみましょうか。はい、ちょっと今あの中にちょっと調子不良ケアです、はい、まだ今使えるところ青いランプがついたら置いてください。おお、青いランプがついたら、はい、まだついてません。青いランプがついたら置いておくですよ。まだこちらあ、これ一回それ一回踏んでいただいて、はい、これを踏んでいただいて、もう一個踏んでいただいて、ついてるから OK、 力もいらない。はい、でこれでボタンを押してください。緑のボタン、まあ、こちらの準備、はい、はい、この機械を非常にシンプルで、うん、でなおかつ次の機械はもう空いてるので、次の両目、まだちょっと狭い、あの機械が大きい理由はですね、実はこれはあの自動化をやもうさらに自動化しようと思ったんですけど、今の AI ではなかなか解決ができなかったので、シンプルにしようと。ですのでこれプロトタイプですので、これからこれを1台で2台分の機械を開発を進めていきます。で、こちらでそのこういうものを設計ぐらいまでやって、お風呂と電子になっていやいや、あのそういったメーカーさんに頼んでですね、させてやりました。もうどのぐらいこれ、その作業にかかる？3ヶ月しか経ってないので、でもあの、まあ、教えていただいて、この機械を何台も入れてですね、そしたら高齢化に対応するような形で、うん、あのこれからの設備投資をしていくものなので、うん、まあ、これ自体は本当は千葉工場で入る予定だったんですけど、うん、プロトタイプなので東京でやった方がいろんなことのチャレンジができるので、こちらに設置させていただきました。これだいたい1日にどのぐらいにこう検査ができるんですか？午前中で3時間ぐらいですか？
そうですね、3時間で900の、大体これは900のロットなんで、はい、これを2箱ですね。人間がやると、ですね、初めはそのぐらいの人間ができるんですけど、集中力が切れてしまうので、やはり機械の方が、平均的な品質は安定する。はい、コロナの前までは、今でも千葉工場ではこういう形になっています。ですので、この機械を早く開発しないといけないというのが私は思いました。はい、はい、ありがとうございました。ちょっとお返ししましょう。はい、ありがとうございました。引き続きぜひ頑張ってください。ありがとうございました。それではお待たせいたしました。これから車座を開始させていただきたいというふうに思います、はい、本日司会を務めさせていただきます中小企業庁長官の須藤でございます。どうぞよろしくお願い申し上げます。まず車座対話の開催に先立ちまして、岸田総理からご挨拶を頂戴できればと思います。はい、内閣総理大臣の岸田文雄です。今日は忙しい中、この車座での意見交換会、ご参加いただき協力いただきますことを感謝申し上げます。このコロナ禍、この無資格工の皆さん方もコロナの中で大変なご苦労されたと思うんですが、あれをこの3年間乗り越えて、ようやく日本の経済を、明るい兆しが見えてきた、こういったこの指摘もいただいていますが、その中にあっても中小企業においては引き続き人手不足もあります。またエネルギーの価格高騰、物価高もあります。さらにはこの賃上げ、という課題もあります。こうした課題にそれぞれ直面されて、いろんなこの努力や工夫をされておられる。今森社長さんにもちょっとご案内いただいて、いわゆるあれは何ですか、省人化、はい、を進める上で重要な機会についてもご説明をいただきましたが、そのいろいろな課題がある中にあっても、この森政確保の皆さんにおかれては、社長さんのリーダーシップや先見性によって、この前向きな先進的な取り組みを進めておられる、こういったことを感じさせていただきました。ぜひですね、こういった先進的な前向きな取り組み、これは森政確保さんにおいても、これは大いにこれから活用していただきたいと思いますが、レギュラー日本全体を元気にするために、こういった取り組みを全国に広げていく、こうした取り組みを政府としても考えていかなければならない、こんなことを考えています。ぜひこういった政策について、どんなご苦労があったとか、どんな工夫をされたとか、それから現場で働いている皆さんもですね、こういった経験をした、こんなことを感じた、こういったことについて今日はお話を聞かせていただければと思ってきました。限られた時間ですが、どうぞ皆さんよろしくお願いします。よろしくお願いします。どうもありがとうございました。それでは今回車座にご参加いただいておりますのは、森政確保毛利英樹社長をはじめ従業員の皆様でございます。まず毛利社長から簡単に参加者のご紹介をお願いいたします。はい、右にいるのは製造部で、管理を製造管理を行っています、大園君です。はい、私は販売管理部で、しております仕事しております、小林でございます。はい、どうぞよろしくお願いします。また同じく、販売管理部で、仕事しています、大塚さんです。大塚です。はい、よろしくお願いします。森社長ありがとうございました。それでは岸田総理から先ほどもちょっとご質問がございましたけれども、まず総理からご視察を踏まえたご質問、はいはい、頂戴できればと思います。よろしくお願いいたします。先ほども、精進化に向けて、努力されている、工夫を見させていただいたということを申し上げましたが、例えば今日見させていただいたのは、ベテラン社員の高齢化ですとか、あるいはこの人手不足といった課題に対して、検品のシステムについて、ああいった機械を導入されて
この自動化して取り組んでもらえる、はい、こういったお話だったと思いますが、森社長さんにおかれても先ほど言ったさまざまな課題がある、はい、そして今、まあ、この経済 の, この状況がある、まあ、その中でこのさまざまな環境を踏まえてこの、努力をされているということなんですが、これからに向けて、はい、こんな投資、まあ、これをまたその、進めていきたいんだとか、あるいは投資以外でもですね、こんな工夫を、まあ、経営にあたって、この考えていかなきゃいけないんだとか、この今のこの、まあ、経営環境の中で努力をされていること、考えておられること、はい、こういったことについてお聞かせいただければと思います。はい、またあと、まあ、今日皆さんにお相談いただきましたが、先ほどのご紹介で、大園さんは、まさにこの生産管理 の, この現場で主任としてお仕事されているということですが、今先ほど言ったさまざまな課題の中で人手不足という課題、これは本当に今全国的に、この地方の中小企業をみんな、悩んでいるところだと思うんですが、人手不足ということについてどんなふうに現場で向き合っているのか、あるいはどんな問題意識を持っているか、こういったことについて、何かは感じるものがあったらお聞かせいただけますでしょうか。まずはお二人に、お願いします。ありがとうございます。ご指名をお願いします。まずすいません、坊主社長から、私からお願いいたします。ちょっとなくなっちゃったんでちょっとあれなんですけど、はい、私としては本当に機械の、投資だけでなくて、やっぱり人への投資、特に私ども企業ではなく家業でございます、はい、家業というのは、まあ、祖父から言わせるとですね、子から親から子へという形で、最後まで死ぬまでお前が面倒見ろという形でですね、短期的な考え方ではなくて、長期的なビジョンを持って、経営を行うようにということを私は教わりました、まあ、そういった中でやはり私が事業を受け継いだ時に、非常に、まあ、大事だなと思うことはやはりものづくりを、しっかりと、伝承する、もしくは、まあ、少子化と言われてもやはり人がいなくなるわけではないので、やはり森製加工をもっとブランディング化していこうじゃないかと、やはりそれは SNS および、まあ、こういった活動をですね、広くしていただくことによって、そういったその人へ の, その人手不足を解消するには、やはり働きやすい環境であることをもっと外に発信していかなければ、なかなかそれを私としてはいかなきゃいけないんではないかという形で、対応をさせていただいております。なるほど。はい。では続いて、はい、大園さん、すみません、はい、お願いします。そうですね、やっぱり先ほどご覧いただいた機械の検査機っていうものではなく、やっぱりこう、製造業っていうとどうしても職人だったり、やっぱり長く経験を積んだ方たちっていうもの、方たちがこれまでやられてきたと思うんですけど、作業の簡素化といいますか、これまでは作業するのが作業員の方たちだったと思うんですけれども、ではなくて機械を動かす人たちという方が働いていただくとか、まあばらつきがなく、どうしても製品手作りですとどうしてもばらつきっていうものがしまうので、そういったところと機械とのやっぱりその適材適所っていうものがあると思うんですけれども、機械を使うべき場所とは人が働く場所っていうところの部分では人材不足っていう部分に関しては対策を取れているのかなとは感じています、はい、であとはやっぱり今働いている方たちの働きやすさっていうところに関しましては、僕個人的にはもともとフットサル選手をしていて、フットサル選手プロフットサル、そうそう、受け入れて見ていきました。プロのフットサルの選手やったり、はいはい、有名ですね、すいません、いやいやいや、そう、それで、じゃあ大事の人生を、そうですね、セカンドキャリアっていう部分が、今回アスリートだとどうしてもずっと付きまとっている問題ではありまして、その時に受け入れてくださったのが
無線加工というふうにして、うん、そこでもいろんなことにチャレンジさせてもらえるような環境、人事だったり、今やらせてもらっている生産管理という部分だったり、本当にいろんなチャンスを与えてもらっている会社ではあるので、そういった部分だったり、やっぱり今、いろんな年代の方が働いている中で、食堂だったり会議室というものの、こう工場らしくない工場といいますか、すごく綺麗なオフィスのような食堂だったりを作ったりしてはいる中なので、今働いている方たちの仕事のやりがいっていう部分と、そういった部分もつながっているのではないかなっていうのを感じています、はい、そういう環境にも社長はちゃんと配慮されていると、はい、なるほど、はいはい、ありがとうございました。ありがとうございます。では続きまして、与田総理大臣補佐官からご質問いただければと思います、はい、ね、今日はありがとうございます。総理の補佐官を務めています与田和歌子と言います。賃金、それから雇用の担当した立場から2つご質問したいなと思います。本当に素晴らしい工場というか取り組みを見せていただき感激しております。社長からもですね、そのモルセ加工のブランディングという話があったんですが、うん、やっぱりその会社のイメージというか、うん、上げていかないとなかなかといっても人が集まらないと思うんですね。で今日もいろんな取り組みを見せていただきましたが、そのような中で何といっても森末さんはもう平均 107% の賃上げを実現したという素晴らしいお会社だとお聞きしておりまして、まあ、そのために当然いろいろと工夫されてきたこともあると思いますし、先ほどね食堂もきれいですよというふうなこともおっしゃっていて、もう一つやっぱり働きやすさ、従業員にとっていかにきめ細やかに優しい制度やですね環境が整っているかだと思うんですが、そのあたりの工夫について社長からお聞かせいただければと思います。まず賃上げという題目はやはりこの物価高というのは私どもも、原材料費また光熱費いろんなもので、まあ、受けてはいるんですが、まあ、それよりもやはりこの私どもの、取り組みの中で一番重要なのはやはり利益を生み出せる会社をまず作らなきゃいけないと。でその会社 の、 その利益を作らなければ賃上げにもなれない、まあ、そこで私は、やはりブランディングをしてやはりこの国内でという形の国産というものに非常にこだわりました。特にこの、地政学的リスクの中においてやはり私たち自身の取り巻く環境というのはやはり物が、輸入されたものが来ない、まあ、そういったことでやはり国内生産の需給バランスが崩れたときに私ども の、 その重要性を非常に認識していただいたと、まあ、そこでよって私たちはしっかりとした価格転嫁というものを行い、またその価格転嫁を行っただけでなくてやはり優秀な人材をどう確保するかということに対しては、働きやすい環境を作るというのは要は働きたくても働けない、まあ、いわゆる優秀な人材ほど時間の、管理、それからあと自分がどういうことができるのかということをしっかりと理解し、また家族思いっていうか家族を大事にするという方が多いです、まあ、そういった人たちの時間 の、 その管理能力を、まあ、市場を使って3時間でもいいです、2時間でもいいです、暇のというのはちょっとあれですけど、計画的に自分でその時間を作ってきていただければいいですよというと、そういった方は非常に時間管理が上手なのでやはりその目的とそれからそれに対するアウトプットをしっかりと出していただける方が来ていただけるので、私は非常にそういったところで会社の少ない人数でもたくさんのアウトプットを出せる企業にできるんじゃないかなとは思っております。ございますね、多様な働き方を選択できるというようなことですが、はい、小林さんと、ね、大塚さん今日はありがとうございます。私も子供を育てながら、ね、ずっと働いてきたんですけども、お子さんもいらっしゃるという中でね、いろいろと家庭との両立支援、まあ、大変だったと思うんですね。会社に対してこういう制度があったから私たち助かったよというようなことがあればぜひ教えていただけますか、はい、じゃまず小林さんからお願いいたします。小林と申します。どうぞよろしくお願いいたします。私は2020年に入社をいたしまして、当初はパートタイマーとして雇用していただきました。いわゆる年収の壁といったものを意識しながら雇用内に収まるようにという働き方を考えて当初は働いておりました。私事なんですけど、パソコン業務に自信がなかったです。ここの会社に入るまでほとんど使ったことがないというような状況で入社したんですけれども、かなり心配が多かった中、女性社員がとても多かったこと、それと
利便性の高い社内システムが用意されていたので、それらを使うことによって長い時間をかけずとも会社の一員としてやっていくことができるんだという自信を持って働けるようになってきました。で、日々いろいろな業務を皆さんに教えていただいて、やりがいを感じて働いていく一方、時給を上げていただいたことがあったんですけれども、そのことによって逆に就業調整をしなければいけないという事実がありまして、やりたいのに働けないという心苦しさを感じながら働くような気持ちが出てまいりました。そんな中、1年ほど経った頃、会社の方から社員として、正社員として働いてみないかというようなお話をありがたくいただきまして、ありがたいことに受けさせていただいて、今現在では見積もりを管理するような業務も任せていただき、やりがいを感じつつも多様的に働ける環境を提供していただけたことにとても感謝をしております。素晴らしいですね。以上になります。壁とか取っ払って自分が働きたい分一生懸命今は働いていらっしゃる。はい、これが思って日々楽しく働かせていただいてます。では続いて大塚さんからお願いします。はい、大塚です。よろしくお願いします。私は今時短勤務をさせていただいてるんですけれども、その経緯についてお話しさせていただきます。私には6歳の子供がおりまして、まだ保育園に最初は入園する予定だったんですけれども、なかなか空きが出なくてですね、一時預かりというのを利用しながら勤務をしておりました。で、結局そこも大変人気だったので入れずに予定を変更しまして幼稚園に入園をしました。ただそうなると勤務時間というのがどうしても減ってしまうので、そのまま働くのは難しいんではないかなと思いまして、退職することも一度考えたんですけれども、上長に相談しましたところ、このまま働けるようにというところをすごく考えていただいて、社長にもご了承いまして、時短勤務だったりテレワーク環境というのを整えていただいたおかげで今現在も勤務できております。で、普段から温かい雰囲気の職場なので、急なやっぱり子どもの体調不良がやっぱり病気になるもんね。そうなんですよね。あるので、そういった時とか、まあ幼稚園なので遠距離というのがなかなか多いんですけれども、そういった時のお休みを取る場合でもいつも心よく了承していただいて、お大事にしてくださいねってことを言っていただける環境というのは本当にありがたいなというふうに思っています。で、業務内容としては、その少ない時間の中でもその前職の経験というのを買っていただいて、 ISO 関連の業務をさせていただいております。で、その中でもその限られた中で責任があるお仕事というのは私自身のやりがいにもなりますし、先ほども申しました通り、こちらの家庭事情にも会社の方に寄り添っていただいているからこそ、私も貢献できるように頑張ろうって思えるので、本当にありがたい充実した労働環境で働けているなと感じております。で、その結果、だから森製菓工さんにおかれては従業員の半分以上が女性の皆さん、こちらの営業センターだと69%、69%、70%です。ね、やっぱりね、そういう、やっぱり皆さんが、そうやって生き生きと働ける環境、あるいは条件、やっぱりいろいろ工夫してこられたから、こういう結果につながっているということですよね。はいはい、ありがとうございました。ありがとうございます。興味深い話がたくさん出てきております。もし追加のご質問とかございましたら、いかがでございましょうか。あと皆さんも せっかくですから、なんか自分から言いたいこと、質問に答えるだけじゃなくて、いや、私たち一回ずつ話してるだけだから、言いたいことがあったら、逆に、ね、質問に答えるばかりじゃ面白くないでしょうから、なんかあったらどうぞ遠慮なく。すいません、はいはい、なんか先ほどいろいろありそうで、言いたいこと。いろいろありそう。そうですね、年収の壁という話を先ほどさせていただいたんですけれども、最近ちょうど総理の方からお話がいろいろあったと思うんですけれども、そういったことを行うことによって2年間の期限付きというそう、あれね、全体の制度改革を今議論しています。だからね、やっぱりこの制度自体をしっかりと、見直してこの問題に取り組みたいと思っておりますが、ただ制度そのものを変えるとちょっと時間がかかるんで、それまででももう皆さん日々この問題でいろいろご苦労されている。やっぱり所得も増やさなきゃいけない、それから一方で、要するに人手不足、
これについても対応しなきゃいけない。だからたちまちこの、そういった、まあ、企業を、応援するという形で、この壁の問題を、乗り越えてもらう。でもやっぱり最後というか長い目で見たら制度そのものを変えないと、いろんな問題解決につながらない。この議論はしっかりやっていきます。しかしちょっとその制度全体変えると大掛かりですし時間がかかってしまうので、その間今パッケージ、対応のパッケージを、今作って、1人50万円までは、まあ、そういった壁を意識されている方については支援を行いましょうと、まあ、そんなことを今考えている、まあ、そういったことなんです、うん、働く女性、はい、いやごめんごめん話途中にそうですね、どうぞ続けて。どうして2年なのかなというところ。あ、そうそう、2年経ったらそういうことなんです、はい、やっぱりね、根本的に変えなきゃ、制度変えなきゃいけない。やっぱりそうしないとみんな納得しない、まあ、それはそうなんだけれど、ちょっとやっぱり制度全体がかかるとちょっと時間がかかるんで、たちまちは困っている人に、具体的にやっぱりこの応援させていただくためにそういった制度を今考えている、そういうことです、はいはい、ありがとうございました。過渡的な対応を今、ね、されているんで、ね、ね、やっぱりね、そうやって皆さんも毎日毎日、働いてるわけだし、生活してるわけだから、うん、ちょっともう議論が整理つくまで待ってくださいじゃ困りますよね、ということで、現実的にまずはもう、あれ来月から、うん、来月から、うん、これいろいろと、対応を考えよう、そういうことになります。総理は働く女性の自立を応援したいという思いを持ってらっしゃるので、そこはぜひ、はい、続いて須賀さん、大空さん、ありがとうございます。緊張してますあれ、フットサルが一緒にでもやってるんですか。そうですね、それこそフットサルのチームに関してはそうそう、それは働きながら、はい、そういうことも両立できる、はい、そういった働き方をされてます。そうですね、森製菓工がサポートしてくださって、うん、チームの方を、ね、ああチームね、はい、草場君のようなやっぱり選手として続けたいっていう気持ちと、うんうん、あとは今後の人生、セカンドキャリアっていう部分がすごく心配になって、うん、選手が続けれないっていう方のために、うん、そういう人たちをフットサルを嫌いにならないために活動できるようなチームっていうのをベースとして、うん、森社長が作ってみたらとお声をいただいて作らせてもらっていて、はい、また下のリーグなんですけど、ね、やっぱり楽しく。そうね、だから子どもと子育てはもちろん皆さん大変だし、それもまあ両立しなきゃいけないけど、やっぱりそれぞれの人生ね、いろんな人生、やっぱり生き方、楽しみをね、も大事にできる働き方、これも大事ですよね。ね、ありがとうございました。では、お疲れ様、お願いします。いや、なんか、あまり無理に押し付けちゃうけど、ね、まあ、なんか思うことあったら、どうぞ。せっかくでも、個人的なんですけれども、うん、今年長になるんですけれども、うん、子供が次、小学校に入学するようになって、うん、次、こう、学校が終わった後に、うん、私が働く上で見ていただく場所ってなると、学童保育を利用するんですけれども、ね、ちょっとやっぱり人気だということをすごく聞いておりまして、うん、そうですね。いやいや、本当、学童保育の充実はやっぱり大きな課題ですし、うん、今子ども子育て政策やっぱり強化しようということで、いろんなメニューが出てきてますけど、その点も大変大きなテーマですから、はい、ぜひ充実、方向はもう充実させるしかないんで考えていきたいと思います。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。2巡目が発言で大丈夫です。いや、田坂から何かお進めください。はい、今日本当に多岐にわたるご意見を聞かせていただきありがとうございました。社長のやっぱり太っ腹というかね、包容力によってやっぱりいろんな人が生きていく、生かされていく会社が成り立てるんだなと思いますので、やっぱり総理にもぜひ社長からですね、最後のご要望があれば私に私としては中小企業としてですね、まあ、感じたことというんですかね、やはり先ほどもいろいろとご説明させていただいた通り、私どもの商品というのは目に見えない商品でございます。ですけども、この
国内におけるやはりあのものづくりには欠かせない部品であり、またその部品の供給をやはり安定化させる、またあの、まあ、あのアメリカでよくやっているバイアメリカとか、うん、まあ、そういった日本の企業を積極的に使うような、まあ、そういった制度があったりすると、なかなかその新しい神経の参入障壁を、うん、まあ、あの乗り越えられる、まあ、あの制度とかね、そういったものがあれば、うん、私たちは嬉しいなとはいつも、うん、実に日本に思っております、うん、なるほど、はいはい、ね、やっぱその、中小企業、うん、あるいは努力や工夫をしている企業が、うん、あ、まあ、報われる、はい、うん、そういうやっぱり環境を作っていく、うん、これは大事な視点だと思います、うん、ぜひその点もしっかり頭を入れておきたいと思います。ありがとうございます。短い時間ですけれども、森生加工さんの魅力とか働いている皆さんの魅力が十分伝わる車座だったかというふうに思います。最後に恐れ入ります、岸田総理からあの最後のコメントを頂戴しますが、はいはい、皆さん今日は忙しい中ご協力いただきましてありがとうございました。それぞれ、まあ、ご自分の経験にも踏まえたお話を聞かせていただきまして、いろんなヒントをいただきました。まあ、冒頭申し上げたように人手不足をはじめさまざまな今課題が、日本の経済、あるいは全国の、中小企業零細企業に、うん、このまあ、課せられているわけですが、まあ、それに対してどう向き合っていくのか、まあ、そういった点で大変貴重なヒントをいくつもいただいたな、こんなことを感じています。まずはあの生産性向上とか、まあ、賃上げ、とか、それから働きやすい環境づくりに、まあ、努力している経営者の皆さんをしっかり支援していく、これは大変重要なポイントだと思いますし、それから働いている皆さん、すべての皆さんが意欲あるいは力、これを発揮できる、まあ、環境整備、これが大事だということも感じました。ぜひこうしたお話を参考にさせていただきまして、この中小企業の省人化投資支援をはじめとするさまざまなその政府の政策、これについてもこれからも検証していきたいというふうに思いますし、賃上げ促進をはじめ、今月中をめどに今の経済対策、政府としても物価高やそれからこの賃上げ、物価高に対応して賃上げも持続させるとか、こういった観点から経済対策の取りまとめを進めていますが、ぜひ皆さんの声をそういったものにも、そういった経済対策にもしっかり反映させていきたいなということを感じました。いずれにせよ皆さんの声を我々しっかりと受け止めて、さまざまな形で生かしていきたいと思っています。改めて今日は、ご協力に感謝申し上げます。ありがとうございました。ありがとうございました。